こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、成功水を汲み上州の茶を煮る一代の風光千古の名家です。成功水を汲みは、一口に求人す成功水を踏まえ、揚子江の水を一口に一気に飲み干すほどの優れた働きで水を汲むことを言い、上州の茶を煮るは、喫茶湖の問答で有名な東大の禅僧上州重臣の苦心備禅、つまり言葉によって真理を示す禅風を踏まえていて、ただ湯を沸かし、ただ茶を飲むということであります。そのような働きがあるところには、あたかも大昔からの名だたる家が春の蘭の香りで満たされているような気品と風格が漂うということです。それでは今から、成功水を汲み上州の茶を煮る一代の風光千古の名家を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。